はい、皆さんこんにちは、まいのりです。今回なんですけど、ちょっとカフェのですね、リスキルの動画を撮ろうかなと思って、リスキルをですね、ちょっと教えてもらおうということで、僕の、クランメンバーの、リコスイさんにね、いろいろ教わったんですけど、リスキルで一番嫌いなマップがもうダントツでちょっとカフェで、それちょっといろいろ教わってきたので、結構ね、知ってて損はないというか、知ってた方がいいような、情報だと思うので、ぜひ、最後まで見てくださると嬉しいなと思います。で、これカフェだけじゃなくて、一応ね、要塞のすんごいいい感じのリスキルも教わったんですけど、その、どういうリスキルかっていう、動画は、リコスイさんの動画の方、チャンネルの方で紹介してますので、ぜひそちらのチャンネルでもチェックよろしくお願いいたします。ここから出てくるやつを。それでも一瞬すぎない？いや、なんだろう、ゆっくり来る人とかですよ。なんか、それをヘッドラインに置いといて、もうポンって打つだけ。フォローでも意外といけますよ。それを。そんなゆっくり来るんか、みんな。カメラ壊すって言って、こう来るってこと？そうっす、カメラ壊すときに、ポンってやったら、上開けといたりしたら、上見ながら来たりとかも。ああ、こういうことね。あそこ見て。そうっすね。普通になんかもう、カメラ壊して、上見ながら。ああ、なるほど、なるほど。もう一回やって。もう次行けるわ。ああ、わかった。すげえ。なるほど。こんな幅広いと思ってなかった。向こうから見てる感じだと。嫌だわ、これ。自分でやりたくなるぐらい強いもん。やらんけど。他は、このベーカリーの W。ここなんか開幕飛び出してこっち打つやつでしょ。そうですね。それだったらまあ、なんだろう、発見するのもギリギリだし。下のベーカリー守りとか、正直もリスキルしかできない場合はもうここ飛び出すしかないもんな。そこは敵の支配下だ。すぐに離れる。ああ、これめちゃくちゃ楽だ。なんかあれみたい。銀行の。上から行っても、全然下は、それなりに警戒してないし。そこ上ばっか見てるもんな、みんな。前やられたのが、ここ、なんかそこに、馬力の裏いて、このラペった瞬間にヘッドラインを打つ。このエリアにいると敵に見つかるぞ。なるほどね。馬力荒れてない状態で警戒してラペった音聞いて、なんかヘッドラインバーってやったら、なんか死ぬんですよ。てか正直もヘッドじゃなくてもやれちゃうよな。もうその一直線上でしょ、ここ。はい、一回ラペってみて。音聞こえるもんな。どこでも多分ラペります、一回。あ、もう余裕すぎる。何も分からん人もできちゃうもん。ああ、はいはい。開けといて、ちょっと撃たないでよ、今。これ、この辺でじゃあもう撃てる。わ、これやべえな。撃った時に、こう、パーンって撃つ。そこでカメラ大体壊すじゃないですか。この上がってきて、カメラを狙う位置がそこなんですよ。ちなみにさ、この辺でも撃てる。これ木でじゃ見えない。この辺も見えますよ。この辺とかだと見えてんのが頭も。で、見えてますよ。これさ、結構なんか2、3人でやったらやばくない？いつもなんか、最近やってるのは、ここ開けといて、ラウンドがちょうど始まったら飛び出して左見て、ないなってなったら戻って、ここ見とく。で、あそこ見るでしょ？でも発見されたら警戒されるんで、もう一瞬で見ていなかったら。だリスキルそこではな、発見されて逃げれる場所なら、それだけでめんどくさいもんな、攻撃かしら。警戒しないとだし。やって損なしみたいな感じだ、このリスキルなんて。やられなきゃ。なるほどね。そんなもんか。この他にもですね、3階からのリスキルとかいろいろあったんですけど、有名なやつとか、あとはそんなに強そうに感じないやつとかだったので、その動画を省いてます。なんか他にですね、皆さんが知ってるこういうここからのリスキル強いですよみたいなのあれば、コメントをしていただければなと思います。この後適当に動画載せるので、そちらも良ければご覧ください。来なかった。
やばいするわ。今だと君ちゃんのボーイ、やばい、バイちゃんバレてるそれ。どこで設置してんの？カウンターじゃないですか、カウンター裏だと思う。